バレリア・ブルーニ・テデスキは、イタリア出身で、フランスで活躍する女優、映画監督。なお、バレレア・ブルーニ、テデスキ、バレレア・ブルーニ・テデスキとクレジットされることもある。イタリア・トリノで生まれ、父は作曲家、アルベルト・ブルーニ・テデスキ、母は、ピアニストのマリーザ・ボリーに。地元で活発化した赤い旅団の危険な活動を避けるため、家族はパリに移住する。 パリのイタリア人学校で学ぶとともに、アトリエザのジャンダルネルの演技コース、アメリカンセンターのブランシュ・サランによる演劇会予歌を受講。1983年、父が1978年スポレート音楽祭の委託で作曲した歌劇、パオリーのラジュース・タ・講座、イー・ウナ・ボーナ・ラ・ギオネのフランソワ・レシャンバック監督による映像家でシャルル・アズ・ナブールと共演。この後、 難関を突破し、アマンディエ劇場のナンテール演劇学校の第一期生に選ばれ、アニエス・ジャウィ、バンサン・ペレーズ、マリアン・ヌドニ・クール・ラ・同期と共にピエール・ロマンス、パトリス・シェローに学ぶ。映画デビューは1986年で、これまで50本以上の作品に出演している。1993年公開のおせっかいな天使で、セザール・ショー・ユーボー若手女優賞を受賞。 2004年公開の二人の五つの分かれ字ではヨーロッパ映画少女優賞の候補になった。2003年と2007年には映画監督として2本の作品を完成している。1996年と2003年にはフランス映画祭のゲストとして来日している。妹はモデルで歌手ニコラ・サルコジ・フッツ大統領夫人のカーラ・ブルーに2009年に アフリカ人の赤ちゃんを養子にした。俳優のルイガレルと交際し、2007年には自身の監督作、女優でルイガレルをキャスティングしていたが2012年に別れている。ありがとうございます。